丈夫かな。大丈夫です、大丈夫です。お前が大丈夫じゃないよ、俺の立場的に大丈夫じゃない。あ、こっちは大丈夫です、大丈夫です、まあ、です、ここは大丈夫です。はい、沖縄で、はい、まあ、今もあの吉本とか話題になってるけど、俺があの沖縄で薬剤さんと仲良くなっちゃって、はい、薬剤さんといつも麻雀打ってるってのがバレてなしになった。ああ、そりゃそうだよ、今もうコンプライアンスとかね、まあ、女性だな。だけど一般人だろうが薬剤さんだろうが一緒にいて面白いやつは面白いし、はい、一緒にいて不愉快なやつは不愉快だし、はい、何の違いがあるんだろうと思うけどな。そこなんです、うん、そこもそうですし、うん、あと清さんが、おあいつよって、なんかあの桑名正宏の息子だったことであれびっくりしましたよ僕。ありがとうございます。もう話題の最中に渦中の中で清さんのお店来てたんですよね。うん、来た来た、よく行った。びっくりしましたよ、うん、でいなくなったじゃないですか、うん、であいつそういう人間だとか言って清さんが、おあいついなくなる、おそういうやつだって。だけどさ、はい、あれ渦中の武器っすよ、うん、俺詐欺師だって知ってたけど例えば人殺しでもね、はい、殺人犯だって捕まってご飯とか、はい、まあ、風呂だとか最低限保証されてるじゃない、はい、ねえ、はい、うん、特色もあります。そうそういや笑った時点でもうアウトです、アウトです、アウトです、目が合わせん。だけどね、詐欺師だって何だって、はい、腹減ってますって、腹減ってって来たらうちに食い物あったら食わすよ、別に俺に何か害があったわけじゃないし、まあ害があったって、はい、多分俺に何か害があったって腹減って腹減って何も食ってないと言えば食わすよ。よかった俺清さんと知り合って俺なんとかなる、うん、なんとかなる。ちょうど渦中の時ですよねあれ、うん、あれがさ、なんか人を騙してどの子の例えばなんか料金踏み倒したとか、はい、そういうやつをかくまってみたいに言われたけど、かくまったわけでもないし、あの後の僕、うん、ちょっとあのいろいろと拝見したんですけど、あのミュージーさんのその後の対応っていうのがちょっと大人だったなと思って。いや、ミュージー偉かったよね、はい、今ミュージーって言っちゃったけど、はい、あいつもあのミュージーって呼び捨てにしてて、ちょっと待って、呼び捨てはおかしいなって怒られてたけど、まあ偉かったよね。ですね、うん、まあ、自分も一度だけ食事させていただいたことあるんですけど、うん、あの名古屋に住んでいた時に、はい、あそこはなんかおかっこいいなと思いましたね。もう大人だったよね、はい、もうだってほぼほぼ詐欺師だって分かってんのに、顔合わせた瞬間にこうハグして、はい、パンパンパンって、すごいっすよね。いや、この年で本当にお兄ちゃんがいたってなったら嬉しいとか言って、まあ、結局 DNA 鑑定の結果は全然違ったけどさ、はい、うん、はい、いやでも本当あそこはちょっとかっこいいなって、うん、器大きいなって、あの対応は大人だったよね、偉かったよ、はい、うん、今ですか、日本です、はい日本です、俺と一緒だ、俺もよく生配信の時に、はい、今どこに住んでんの、ここだよ、ここ、はい、そうそうそう、今何県に住んでんの、はい、どの県に住んでねえさんのとか、たまに申します、今日何するのとか、はい、まあ、国勢調査官とか僕は言うんですけど、はい、俺もそういう対応、はい、いや、唐揚げうめえな、俺は清さんが作ったんすから、ありがとうございます。私も日本、そうです、はい、美味しいです、うん、ね、ユタポン、ユタポン、知らない、わかんない、あ、たり、こんばんは、わかんない、ない、ない、ちょっと一旦ね、じゃあ皆さんの質問に対して答えれるとか答えていきます。答えたくないことは答えません。大丈夫だよ、何でもこれお願いします、何でもこれ、はい、彼女さんはどんな女性ですか。え、あ、俺、いやいや、キヨシさんしかいないでしょ。あ、本当、彼女さんはどんな、はい、ね、目が2つあって鼻が1つ、口が1つ、はい、おっぱいは右と左に1つです、はい、はい、うん、マンコ臭いですか、臭くないですか。俺ね、よく言われるんだけど、お願いします、やべえ俺、たまに、はい、言われるんだけど、はい、本当にどうでもいいのよ別に。そこは、うん、臭かったらまず臭くないように丁寧に舐めて、それから彼女のために舐めるし、どうでもいいのよ。何のために舐めるかっていうのをまずはっきりしなきゃいけない。自分が舐めたくて舐めてるんだったら好きなように舐めればいいけど、彼女のために舐めようっていうんだったら、はい、舐め方が違うからね、やっぱり。ああ、そうそう。なんで今電話でしか行けない女性が多いか、はい、電話の何が優秀なのかっていうと、はい、電話って単純に一定した刺激、刺激が変わらない、ずーっと一定した刺激が続く、はい、そうすると
女はメンタルな生き物なので、はい、自分でテンションを作って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 って言っていくねん。だけど男って、はい、なんかペロペロ舐めながらあれちょっと違うんじゃねえかな、こうかな、もうちょっと下から舐め上げてみようかなとか、いろんな舐め方するやります、実験します、うん、そのいろんな舐め方がダメだ。あんな狭い範囲でよっぽど間違うことはないんだから、はい、同じところを同じように自分が舐めたくて舐めてるんじゃなくて彼女のために舐めてるんだから、はい、そしたら同じように2分経っても3分経っても5分経っても同じように舐めてると、その中で女性は自分でテンションを作って作って作っていっていくんだ。だけどそこまでギリギリまで我慢しても男って自分でオナニーしてても行く寸前って早くするじゃん、はいはいね、でセックスしてても行く瞬間になると早くするじゃん、早くします、はい、そういう勘違いがあって、女の子がせっかくそこまでテンション上がってて女の子がああ行きそうって言うと、はい、あ行きそうなんだ今だと思ってバーッと早くしちゃうとダメなんですか。女の子は何してくれたんだよ、なるほど、そう今行きそうだったのにっていうことがあるから、だから男と女はメンタルが違うから、はい、そう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 実験します、そうそうそう、おお大丈夫、これ大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、すげえみんなめっちゃ勉強になってます、公然わいせつとかならないの、ならないです、大丈夫、はい、もうバンになってもいいっす、うん、聞き入ってる俺このさすが分かってるってコメントが、はい、女子だと説得力あるんだけどね、あ、そうだね、女子は、うん、ありがとうございます、女子です、はい、女子のコメントが多いかもしれない、そう、行くその時に早くするのは間違いなくて、女性の、あ、分かった、ありがとうみんなうん、結構ありがとう、教授さん、とんでもございません、いや、今日実験します。こういう配信ができるっていいな。いや、てか、あの自分が言うのはなんですけど、やっぱり昭和の古き良き時代ってコンプライアンスですとか倫理上ってなかったんですよね。で、今それがテレビって多いじゃないですか。でもこれができるのが生ライブかなと、うん、自分はそう思うんですけど、いかがでしょう。俺ら子供の頃はだってゴールデンタイムにドリフターズの番組で女が父とか普通に出してたり、はい、サスペンス劇場って必ずベッドシーンがあったり、水だらけ、水着だらけの水泳大会、水泳大会、大磯ロングビーチ、ハロリがあったりとかね、はい、ね、うん、まあ、根本的な話をすると、はい、セックスってね、はい、非日常じゃないんだよ、日常に寄り添ってるのがセックスなんだよ、うん、どうしてですか。犬や猫なら道端でやってるわ、うん、セックスって日常じゃないですか。はい、ね、正月しかやらねえとか盆しかやらねえとかじゃねえだろ、あ、はい、日常なんだよ、それをまるで非日常のように扱うようになった世の中がおかしいと思う。なるほど、うん、清さん、はい、ここは僕今回、はい、600人しか見てないから、とりあえず、うん、ちょっと僕の切実な悩みなんですが、切実な悩みなんかあんの。あります。なになに。実は、うん、覚醒剤の後遺症で、うん、なんていうんですかね、ノーマルのセックスが恥ずかしくてできないと言いますか、うん、はいはい、いますよ。どうしたらいいんでしょうか。あとは、なんだろう、なので、その、じゃあ決めればいいって決めたくないんですよ。あのシャブ食らってセックスをずっとやってきちゃったんで、もう今はもうノーマルのセックスがしたいんですよ。どうしたいでしょうか。よくありがちな、まあ一般人にも、はい、ちょっと不細工な女だと、はい、遠慮になくいろんなことができてセックス楽しめるんだけど、はい、すっごい綺麗とか可愛い女だと、はい、そういうセックスができなくて、ちょっと萎縮しちゃうみたいな男が多いんだけど、はい、うん、まあそれの極端な例だよね。はい、うん、その極端な例だよね。だからどうしたいですか。そんなことはねえんだよ。だからどうしたいですか。今お願いします。40代とかで仲折りするやつが多いのも、はい、そうなんだけど、なんでかっていうと、セックスって本能ですることなんで、はい、本能ですることっていうのは刷り込みやね、はい、例えば食事も本能ですることしますね、はい、排泄も本能ですること、はい、ね、なんでみんな母親のご飯が忘れられないかっていうと、母親が特別に料理上手だったわけじゃない、子供の頃からその味を刷り込まれてるから、たまに母親のご飯食べるとホッとする、はい、だからセックスもそれと一緒で、例えば若い頃初めてチューした女と、はい、まあ4年も5年も付き合ってて、
その女とばっかりチューしてて、若い頃なんで、はい、ご飯食べたと、今日この後チューするかもしれんと思うと、ちょっとトイレとか、トイレ行ってガーッと歯磨きしたり、うがいしたり、そうやって口の中をきれいにしてからばっかりチューを4年も5年もしてると、はい、脂っこいもの食った後とか、ニンニク系のもの食った後の口とチューできなくなる、はい、で、若い頃たまたま童貞喪失の女と4年も5年も付き合って、その女とばっかりセックスしていくと、はい、いやなんかマンコって舐めるものらしいけど、俺ちょっと無理だなと思って、マンコ舐めないセックスを5年も6年もやっていくと舐めれなくなる。そうなんすよ、擦り込みだから。それと一緒で、はい、若い頃から、はい、チンコを加えさせながら、はい、あ気持ちいいなだけじゃなくて、はい、若い頃からチンコを加えさせながら、あ気持ちいいなで自分のチンコを加えてくれてる女をありがたいなと思ったり、嬉しいなと思ったり、はい、幸せだなと思ったり、いろんな感情のその上に乗っけた興奮があるセックスをしてくると、年取ってからも大丈夫なんだけど。じゃノーマルで変態をやればいいですかね。ノーマルで変態をじゃなくて、はい、うん、本当に好きな女と好きなようにセックスをすればいいですか。わかりました、うん。だって本当にね、好きな、あっ、なまあ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 、何言うさ、答えになってないですけど、あ、いやいや、キヨさ、うん、なので、そのセックスに持ち込むまでが恥ずかしいんですよ。バカじゃないの。バカです。あの、いや、それが恥ずかしいってさ、キヨさん、キヨさん、僕にバカじゃないのって、いやいや、もともと知ってるでしょ、バカだって。いやいやいや、それが恥ずかしいとか、恥ずかしいんですよ。なんていうんですか、なんか笑っちゃうっていうか。ただの風俗慣れじゃないのこれ。自分、うん、風俗、競輪、競馬、パチンコ、ギャンブル一切やんないし。俺も風俗も行かないし、うん、競馬、競輪もやらない。じゃあ、なんでそういうこと言うんですか。ん、それが恥ずかしいって。恥ずかしいんですよ、自分。俺はむしろ、はい、女とホテル入って、なんか脱ぐのとか恥ずかしがってると、はい、イライラするの。なんていうんですか。いやいや、お前、その年で何で恥ずかしがって、いいわ、そんな恥ずかしい。その年ってどれぐらいの年からですか。まあまあ。だって俺の年で中学生とかホテル行くわけねえじゃん。ねえ、それだそれ無理。うん、で、はい、なんだろう、30も過ぎた女が、はい、ねえ、チンコを加えさせて、はい、なんかのたくたしてると、あ、それイラッとしますね。引っ張ってきたの、嘘をつけよお前。30も過ぎてそんな下手くそなわけねえだろうって言った。いや、なんか最初からガンガン行くと引かれるかと思って、バカ野郎。あ、いますね。そうじゃねえだろ。お前が今までの男に駆使してきたテクニックを全部使うのが礼儀だろお前。よーし頑張るぞって、よし来いっつってね。そうそうそう。で、女もこう気楽な状態で。なるほどっすね。そう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 。わかりました。じゃあ相手の心を開くことが、そうそうそう、そこに近づくってことですね。うん、特に女性はね、メンタルな生き物なんで、はい、いかに相手の気持ちの中に入り込むかってことが大事で。あの男がね、生かしてると思うことがまず間違いで。女は気持ちが入っていないと何をどうしたっていかないから、メンタルの生き物で。なるほど。女はね、勝手に自分で行くんですよ。そのお手伝いをするだけの存在だから男は。分かったか、分かったか、うん、みやびなんかめんどくさいんだって。そういうのやってないんだよ、うちの店。そういうのうちの店やってないの。あの、俺はおいおい、こびこびじゃないんだから。俺は崇拝してる人のところで崇拝してるんだから。今人影見えてる。はい、本当にこれちょっと娘ら入ってきにくいけど。あー、やっときます、やっときます。今日はあの今日はあのビッグダディのあのご自宅で美味しい食事をいただいてます。ちょっと娘来たけど、なんか化粧直しとかしてるよ。え、いやいやいや、知り合いではですね、自分が可愛がっていただいてます。沖縄で、はい、そこからですね、はい。タメ口できないです。